三恵平流は、中国のチベット高原に源を有する三つの川、金佐江、乱草港、土港が、雲南省北部のデチェンゾウ族自治州及び、土港リス族自治州を平行に流れている169万8400ヘクタールに及ぶ地域で、その地域は14の保護された地域からなる。同植物層が豊かなことから、ユネスコの世界遺産に登録されている。 三重平流地域はインドア大陸とユーラシア大陸の衝突によって生まれた巨大な終局地帯である。この地域で平流する三つの川は最終的にそれぞれ遠く離れた東シナ海、南シナ海、インド洋に注ぐことになる。地域内の気候は場所によって多様であり、これは結果的に地域内の動植物層の多様化を促進している。この地域では 世界の動物のうち25%の個体が存在していると言われる。政府によってリストアップされた種は791種、うち198種は中国固有種、80種は政府のレッドリストに登録されている。植物も固有種を含め約6000種が確認されており、うち2700種は中国固有種である。中でも絶滅の危機に瀕したものもあり、 三十三種が国家レベルで保護されている。民族的にも多数の少数民族が居住している。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。こうはじむ三次山一帯は2000年に MAB 計画の生物権保護区に指定されている。こうはじむ三次山の稲城屋邸には森林文化を継承する多くの少数民族が 暮らしているが、森林資源や地下に埋蔵する鉱物の開発が進められており、環境破壊や宗教弾圧による文化浄化が行われている。ありがとうございます。